はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフトーマ王国編第12章やっていきたいと思います。まあちょいとレベルを上げて、サクラを陰陽師にしましたというところくらいかな。こっち話してみよう。おお、上がった。第12章いてつく海。龍馬を追いアンヤ王国に所属するシュバリエ公国を目指す一行、船の調達に成功し無事出航したが、その途上に思わぬ敵が待ち受けていた。また船の上の戦いか。一回はあるな。この船は豪華な船なのか普通の船なのか、まあ、しょぼい船ってことはないと思うけど。さくらとかぶってんな。なんかなんとか出航する船に間に合いましたね。姉様、お疲れではないですか。ずっと戦闘続きでしたから、せめて船の上ではゆっくり休んでください。はい、そうさせてもらいます。ありがとうございます。なんか姉妹の会話じゃねえな。他人行儀だな、やたら。よろしいですか、ミカミックス様。航海は順調です。明日には港に到着するそうですよ。そうですか。ありがとうございます、ジョーカーさん。あら、空が暗くなり始めてきましたね。なんだか波も高くなってきました。嵐の予兆かもしれませんね。雨が降ってくる前に、船室の中に。うわ、爆発か。いきなり船が止まりましたね。大丈夫ですか、ミカミックス様。あ、私は大丈夫です。でもどうしたんでしょう、船の故障でしょうか。後で様子を。キャーみたいに。殺人事件は起きない。何ですかこれは。海が凍っています。これはまさか、いきなり冬になったなどということは。ん、誰かがこちらに向かってきます。もしあれはカミラ様。ドラゴン便利だよな。ミカミックス、元気そうでよかったわ。私あの日からずっとずっとあなたに会いたかったの。姉さん、かわいい子。あなたはまだ私のことを姉と呼んでくれるのね。でももうそんな風に私のことを呼んではダメよ。でないと私あなたのことを一撃で殺す自信がなくなってしまうわ。え、うん、お父様からあなたの抹殺命令が出たの。私はあなたのことを心から愛しているわ。でもそれでもお父様の命令には逆らえない。とても悲しいけれど、あなたがアンヤ王国を裏切ってしまった以上、私たちは戦うしかないの。違います、カミラ姉さん。私は姉さんたちを裏切ってなんか。フローラ、はい、お前も来てたのか。こいつのせいか。すげえな、海を凍らせるって。容赦はしません。たとえミカミックス様といえど、カミラ様には指一本触れさせませんよ。下がってください。ミカミックス様は危険です。やめろフローラ、お前まで俺たちを殺しに来たのか。まさかこの海を凍らせたのはお前の仕業なのか。あなたたちの逃げ場を奪うのが私たち氷の部族の役目。カミラ様の任務に手伝うようガロン王様に命じられたの。逆らえば氷の部族は根絶やしにされてしまう。だがミカミックス様と戦うだなんて、忠誠を誓った家臣がしていいことじゃねえぞ。いいえ、今の私に何を言っても無駄よ。あなたの言葉でも届きはしない。私は氷の部族の女だから、今はただ冷たく固く心を凍らせる。フローラ、てめえ。ダメです、ジョーカーさん。とにかく今応戦するしかありません。愛しているわ、ミカミックス。あなたはせめて私の手で殺してあげる。さあ早くお姉ちゃんの元においでなさい。そしてあなたの最後の一言を聞かせて。最後の吐息を私のこの耳に焼き付けて。あなたという哀れで愛おしい妹がいたことを生涯忘れないように。うん、帰り討ちにしてくれる。ん、なんだ、ちょっとマップ的に船ごとに分かれてる感じか。ここの部隊どうなんだろう。右の部隊が弱えな。ここギュンターちょっとこっちに置くか。防塵組むだろう。これはもう防塵組んでった方がいいのかな。飛んでる部隊だな。ちょっと危険だ。ここを入れ、いや、夕霧を向こうに派遣するか。
主戦力として、再造は射程にあるからな。これでいいかな。ちょっといいか悪いかもよくわかんない。あ、そうだ、ドーピングしよう。ドーピング、よし、オッケー、これで準備万端。いい、敵は氷上を渡ってくるわ。でもこちらは身動きが取れない。海底に感じる流脈の力も今は潮の流れが強くて使えないわ。けれど決して諦めないで、必ず機会は訪れるから。はい、了解です。これは外に降りられないのかな。あ、降りられねえな多分。攻撃は一応できる。ぶっ倒せるときにぶっ倒すとこう。おら、強い桜。経験値1しか入らない。で、こいつはもう防刃を組もう。うん、いけないな、やっぱり。じゃあどうしようかな。この2人防刃組もう。速さ3、魔法防御3。状態。いや、椿にするとな、弓兵がいるからな。まあ、いっか、とりあえず。真ん中あたりで、待機。この二人も防刃組むか。速さ3。まあ、速さが上がれば。こいつはどうしようかな。こいつと組むか。力とかができれば上がってほしいけど、まあ、いっか。OK。どっかの戦団が多分ガタ落ちになるな死人が出そう。この弓兵はまだあれか。こいつら、あ、上がってくるね。で、俺たちは、あ、天魔武者はいけんのか。さすがだ。とりあえず匠様で攻撃を仕掛けよう。じゃ、行こっか。せいや、余計なお世話だよ。そう言うなよ。倒せはしないか。どうしようかな。ちょっと逃げるか。巧みに頑張ってもらおう。こいつらは、まあ、上がっては来れないな。こっちが上がってくるな。さくら、お前も戦闘に参加するんだ今回から。ん、これ攻撃できねえ。さくらを前線に出して大丈夫か。ちょっと不安が残るな。一旦様子を見よう。こっちで、あと右の部隊はいくか。来た。うおー、11か。やはり魔法防御力がちょっと弱いな。回復する術がない。しかもさくら主人公強いから、さくら分けとけよかった。ここでとりあえず倒せないのか。そうか、防刃になってるからか。こいつらまだ来ないよな。あ、全然来ねえな。援護するぜ。くらい。43% 当たったか。で、こっから攻撃をすれば。焦っちゃダメだよ。てか普通に巧みで倒せたし。よかった。匠が死ぬ前に。てか匠は死にたくないからな。サポートいたします。ぐらいな。ここの舞台は安心感があるな。全く経験値が入らないという。準備もいいですか。強い。すみません。このペア最強だな。何者にも負けない。あとはこいつらか。射程2から攻撃しよう。再造がまず、減らして弱らして。くらい。あ、おぼろになってる。ん、ちょっと待って待って待って、こうか。交代の攻撃のこれ、
夕霧はね、意外にね、防御力が弱いんだよな、こいつ。綺麗。その分、倒すとヒットポイント回復を持ってるけど、もう右、人が少ないな。なんとかなりそうだ。やっちまおうぜ。いてててて。来たか。47% できればかわしたい。かわせなかった。まあいいや。 36% おーし、強い。ありがとうございます。さくらが異常な強さを誇っている。大丈夫です。無駄無駄か。ん、あいつバサカか。バーサーカーだな。準備はいいですか。おお、かわした。すげえ、38一気に減らした。うわー、また増援が出てきてるよ。ちょっと椿自動回復で頑張ってもらおう。で、うおー、倒せないか。匠が回復する暇がない。僕だって強いんだ。できればな、自動回復があれば。どうしよう、あれを使っちゃうかな、リブロを。よし、一安心で、こいつをぶん殴れば OK でしょう。戦いこそ喜びだ。逃げたりしません。クリティカルヒット105。よし。あとはこいつ飛んでっからいけんじゃね。こっちにいけるな。私頑張るわ。よーし、安らかに。飛んでるやつ重要だな。そうするとして、のずめはこれで傷薬回復できる。 OK、 サイゾーが孤立してんな。こいつ飛んでっからこいつ狙えるんじゃないか。でもまあ危険と。お、倒せる。倒しとこう。よーし、行くぜ。キン、無駄無駄無駄。 OK。 こんなもんか。あとはあの弓兵を迎え撃つ。こいつ一応ここに、いや下に行こう。サポートいたします。成敗してくれる。勝てましたか。てかいつまでここでくすぶってればいいんだ。よし、回復してもらおう、こいつに。春だな。そうすると春で十分。全然経験値が入らん。上に行こう、こいつは。ちょびっとずつ来る。お、なんだ、潮の流れが止まった。今なら流脈が使えるかもしれないわ。海底の力を呼び起こすの。よーし、やってやるぜ。道に変える。え、道に変える。いいや、こっちは道に変えなくて。匠のとこだな。ちょっと、おお、すげえ。合流したい。あとはここは王族がいないから誰も留学使えない。ちょっともう一旦だな、町だな。そうするとで、ここはここだな。うわ、どんだけ出てくんだよ。弓兵をぶっ倒す。命知らずな。すみません。で、さくらも攻撃に入れるからな。あれ、ここか。ほら、いてててて。て安らかに。しかもさくらこの武器一番弱い武器だからな。まだ武器レベル E だから。よし、合流いける。
こいつどうしよう。モズミがめっちゃ孤立してる。本当に孤立してる。まずこいつでぶっ叩くよな。そうだよな。くらえ。よしよしよし。ほら。オーケーオーケー。モズメマジどうしよう。何にもできない。こいつ派遣するか。右に匠が左にいれば十分だろう。何かあった時のために狙われた。サイゾー、ほらほら。来るね、やっぱり。サイゾーちょっと回復しとこう。今回は傷薬。頑張れ。安らかに。遊戯ではあんまり速くないのかな。2回攻撃、あ、でも2回攻撃になってるよな。え、これどうだ。なんかここら辺の射程を見とかないとな。これ乗れるよね。あ、乗れる乗れる。で、これ多分龍脈使っちゃうとね、あれなんだよね。あれ下になんかいる。バーサーカーだ。こいつおびき寄せるしかないか。こんなもんだろう。こっからは狙える。あとこいつの射程がどれだけあるかだな。あー食らうな。でもアクスファイターか。大丈夫かな今のサクラなら。戦闘もこなせる。おやすみなさい。匠も一応つけとくか、ここに。こいつらが来るから、よし、とりあえず。41%。いけ、当たった。回復しないと。キノコの杖で回復しようかな。ワンサカ来て、本当にワンサカ来てんな。こいつが上に来るのか。ちょっともう一旦あれだな、おびき寄せを使おう。これで、ダークマージか。弓兵もいるな。弓兵ちょっと排除しておかないとまずいからな。こっち食らえ。最強いくつ。11か。ようやく食らえ。でこっちだな。大丈夫でしょう。 93% 絶対当たる。よし、これで当たんなかったらすげえショックだから。でこのダークマージをこいつで倒せば解決だ。完璧完璧。よし、ここも落ち着いたな。あとこいつが次の次のターンくらいに来るか。弓兵、おー狙ってくるね。こいつはここまでか。弓対弓。まあ減ったら減ったで回復させればいいだけだし。なんでこいつ、そういや氷の上にいるんだ。確実に船の上だろう。で、ダークマージもいける。力を合わせよう。
ほいよっと。すみません。いいね、ここはもう完全に安定感があるな。減ってるやついる？いない。でここはねちょっと考えないといけない戦術を。モズメがね上にいてくれればね多分違った。どんだけ出てくんだよマジで。なかなか攻め込めねえな。まずは再造オラオラ。こいつも1だな。こいつここに置くか。援護するわ。ほいし。ここもちょっと時間取られそうだな。戦闘に倒せる？倒せないのか。そうするとまあいいか。死ぬことはないな。頑張れよ。あ、倒した。やった。クリティカルヒット。モズメが全く活躍の機会がない。王族がいないからな、そもそも。2体ずつ来てんね。ここは無理だな。あれ、こっちまで来るのか。しまったな。覚悟はできています。主人公で倒すか。たまには大丈夫です。これでいいんです。で匠でこいつをぶん投げると、ちょうど28。すごいな。すげえな、 24% 必殺。なんてことないね。この風神弓マジ強い。この下がな片付いたらこっちにも行きたいけど。弓兵はここまでか。こっから狙えるか。いやーやめとこう、危険だしな。弓兵が来てるな。どうしよう、攻めに行くべきか。そうすると龍脈発動。あ、ベルか。いや、こいつらマジあれか。ぶっ倒さないと。待ってていいの？とりあえずこいつの射程に入ろう。二人射程に入るってことはまずないだろう。マジ弓兵倒さないといけないから。しまったー、これ当たるな。射程1であれば大丈夫なはずだから OK。 89%、 2回。よし、快感ですわ。でこのダークマージ的なやつは絶対倒せるな。派手に行こうぜ。おい、オッケー。33% 当たったか。まあ、しょうがない、和の心で自動回復してもらうしかない。来た、テオのゼロか。よし、効かんよその程度ではな。じゃあまずこのバーサーカー解除するか。命知らず。諦めません。バーサーカー強えよな。ヒットポイントめちゃくちゃ高い。まあその分経験値も持ってるけど。マスターフルーフちょっと預けよう。一応3人派遣するか。名前があるやつらだからなこいつら。じゃあまず左から倒すか。もう来ないこいつら、誰も動かない。私はベルカ、神の様の進化ベルカ。私の任務はあなたたちの船を沈めること、そしてミカミックスの殲滅。邪魔者
は全て消す。ミカミックスの殲滅ってなんだよ。関与。もういいや、こいつ一人でいけんな。く、任務は失敗、撤退する。なんかすげえドラゴンかわいそうだな。これ二人でいけんじゃねえか。自分はちょっともう敵陣に突っ込もう。匠を前線に出して、まあさすがに一発で死ぬってことはないだろう。モズメを連れてこないといけないからな。1とか。私はカミラ様の進化ルーナよ。カミラ様はこの任務気が進まないみたいだったけど、ここまで来た以上は私も頑張っとかなきゃね。というわけでさっさと倒れてもらうわ。あいたー、1位食らったー。さくらの攻撃でいいんじゃないか。急ごう。はい、早くこいつ武器レベル上がんないかな。なんなの、こんなに強いだなんて聞いてないわよ。神様ごめん、私は引かせてもらうわ。全然経験値持ってねえな。よし、じゃあ匠も行くか。ほら突撃。あ、全く動かねえこいつら。ちょっと龍脈部隊が。これでようやく上陸ができんな。一応先にこっち作っとくか。問題ないだろう。モズメ一応ここに。よこいつとかさ、いけんじゃねえ。射程2から攻撃できそうじゃない。ちょっと試してみよう。あ、こいつは飛んでないから無理だとして、ああ、来た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 、ふざけんな。うおー、まあ私のお相手はあなた。悪いけど私あなたに興味はないの。じゃあなんで来たんだ。メガミックス、メガミックスはどこ。おお、沸かした。ナイスだ。16まで来た。こいつも死なせたくない。あれ、なんか交代したぞ。匠がいけんじゃないか。あ、ダメか。足りないな。こういう時にな、アクアがいてくれればな。ようやくつながった。これって全滅だっけ。カミラの倒せば終わるんだっけ。敵将撃破か。ってことはカミラを倒せば終わるな。こいつらなんか持ってないかな。アイテムを持ってる可能性があるんで、それはちょっと欲しいな。鋼の暗記はいいや、別にいらない。サンダーか、サンダーもいいや、買えるし。ってことは、これさ、こっから攻撃、あ、できるね。どうしよう、カミラ倒すか。行くぜ。あれ、こっち来た。まったく忙しいやつだ。おお、すごいね。これで弱体化。もう終わりだな、こいつ。引導を渡してやる。ああ、来てくれたので、よかった。ここまで生きていてくれて。愛するあなたを殺すのは私。他の誰にも私はしない。あなたが最後に見るものが私だなんて、とっても嬉しいわ。カミラ姉さん。敵ですぞ。おい。我が軍門に下れ。お父様、ごめんなさい、私。お前はここで死んだことにしてやろう。敵将って誰だよ。こいつかよ。マジかよ。じゃあ、いや、ちょっといい。プチプチ当ててくか。片付けちまおうぜ。よっ。ほい。意外に経験値が入る。ここから攻撃できる。服がほつれてるわよ。2回当たればな、倒せるけど。あんた、よし。安らかに。敵将フローラだったのか、知らなかったな。まさかだな、まさか。
じゃあ結局行くしかないじゃん。モズメ、お前も活躍しろ。おお、来た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 。絶対倒すわ。あれ、なんで反撃できないんだ。狙ってきたー。11か、そこそこ減るな。よし、ナイスだ。やっぱり防刃役立つな。俺がついてる。怪我はねえか。プチプチくんだな。こいつはもうここで戦おう。え、ちょっと待って、弓って、でもいきなり弓のやつが攻撃してくる可能性があるから、ちょっと逃げよう。やっぱりまあ少し減らせただけよしとするか。よいしょ。自分が射程2がないからな。ちょっと一回おびき寄せるか。そうするとしょうがない。匠が食らうな。自分を前に出すか。ユーギリッチとこっちだな。サンダー7か。やっぱり魔法はそこそこ食らうよな。バーサーカー、バーサーカーをもってしても2だからな。勝負ありました。おーし、レベルアップ。これでなんか覚えたんじゃないか。あ、まだ4か。匠のレベルは、匠とモズメのレベルを上げときたいんだよな、やっぱり。倒せん。倒せん、倒せる。ほら。怖い。よし、結構経験値アップ。サンダー扱いなんていないでしょ、だって。すげえな、だいぶかわせるな。素敵な断末魔。よーし、上級職が今だいぶレベル上がりにくいから全然わなかったし。よし、なだれ込め。こいつ動くの？動かない。もうアイテム持ってるやついないから倒しちゃおう。経験値は別に普通に上げられるし。音をいたしましょう。聞かんよ、その程度ではな。これでいいんです。フローラよ、この俺に逆らった報いを受けるがいいと思ったけど、左上にバサーカーいるな。こいつ結構経験値持ってんだよな。まあいいや、お前を倒す。そう、私の前に立ったということは死んでもいいということですね。私はもう誰が相手であろうと容赦はしません。みんな、みんな凍らせてしまいます。しっかりしてください。それは無理だな。おら、仕方ない。そんな、ここで負けるなんて。おお、結構経験値持ってんな。これもいらない。あなたの勝ちよ、ミカミックス。うん、私を殺しなさい。カミラ姉さん、何言ってるのよ、カミラ様。負けを認めるのは早い。命さえあればまた好機はある。ダメよ。お父様の命令を遂行できなかった者には死が待っている。このままお城に帰って処刑されるぐらいなら、私は愛するミカミックスの手で死にたいの。さあ、ミカミックス。そうか、じゃあ姉さん、俺たちについてこないか。その言葉本当ですか。その命、私がいただいてもいいと言うんですね。そうね、今さら命乞いなんてしないわ。わかりました。それならカミラ姉さん、あなたも私たちと共に来てほしいんです。正気か、ミカミックス姉さん。こいつは姉さんを殺そうとしたんだぞ。そんなやつをどうして。
私たちはアンヤ王国と戦っているわけじゃありません。もしカミラ姉さんが私たちを信じてくれるなら心強い戦力になります。前にも言いましたが、真の敵はアンヤにもビャキヤにもいないんです。真の敵ってそれは一体誰なの？すみません、今はお話できません。でも信じてほしいんです。私たちはこの戦いを終わらせるために戦っています。きっとあるはずなんです。アンヤもビャキヤも悲しまない。みんなが手を取り合える道が。今ミカミックス様の剣が光った。そう、懐かしいわね、その目。あなたに何を言っても聞かない時と全く同じ。あなたのその強い目が私はとても好きだったのよ。いいわ、私もあなたを信じる。あなたと共に戦うわ。今は事情がわからないけれど、妹のことを信じてあげるのがお姉ちゃんの役目だものね。ありがとうございます。おお、カミラ、さすが物分かりいいな。お前らいらねえ。じゃあ私たちも行くわよ、ベルカ。どこに？どこに行って？もちろんカミラ様と一緒にミカミックス様の軍に着くのよ。一個の軍になってるし、主君が行くのなら進化である私たちも一緒に行くのが筋ってもんでしょ。わかったわ。そういうわけだからよろしく頼むわね、ミカミックス様。一応様付けしてくれるんだ。フローラさんはこれからどうするんですか？私たちと一緒に来ますか？私は部族の村にみんなや父さんを残していきます。だから一緒に行くことはできません。でも村に戻るなんて危険なのでは？大丈夫ですよ。私たちが戻らなかった時はみんなにはこっそり村を出るよう言ってあります。私たちも今のアンヤ王国で過ごすつもりはありません。戦が終わるまで誰にも見つからぬようひっそりと身を隠すことにします。ミカミックス様、私たちは信じて待ちます。勇者の活躍か戦いを終わらせることを。勇者？私には先ほどミカミックス様の剣が光ったように見えました。それはきっと氷の部族の伝承にある伝説の剣なのです。伝説の剣？この八頭の神がですか？それは氷の部族に伝わる伝承に出ている剣と似ているんです。黄金に輝く剣を持つ者がこの世界を救う勇者となると。ミカミックス様が手にしている武器はその勇者が持つ剣と同じに見えます。てかアンヤに勇者の剣っていう武器あったよね。普通に売ってた気がする。もしかしたらミカミックス様こそ伝説の勇者なのでは。まさか私は勇者なんて大層なものじゃありません。それにこの八頭の神は剣じゃなく刀です。同じように見えるのは偶然ですよ。そうですか。でも私は信じます。ミカミックス様が勇者であると。フローラさん、では私はこれで。そうです、フローラさん、最後に一つ聞いてもよろしいでしょうか？竜について何かご存知ありませんか？竜ですか？カミラ姉さん乗ってねえ竜に。出雲公国の皇后からの信託なんですが、心当たりがあれば教えてほしいんです。さっきみたいな伝承でも何でも構いません。申し訳ありません。私には何も。氷の部族の祖先である竜祖竜ん人祖竜もすでに滅びており、伝承すら残っておりません。何のお役にも立てずすいません。 いいんです、ありがとうございます。引き止めてしまってすいませんでした。どうか気をつけて、はい、それでは皆さん、また会う日まで。てか氷溶かしてけよ。溶けた氷。まあ女性二人っきりだからな、別になんてことない絵だな。フローラさんたち行ってしまいましたね。うまくガロン王に見つからずに済めばいいんですけど。安心なさいな。あの子たちは氷を自在に操れるんだもの。きっとお父様にだって見つからない場所をいくらでも作れるに違いないわ。あなたがずっと昔雪の日に作った隠れ家みたいにね。懐かしい話ですね。あの時は私が行方不明だと大騒ぎになりましたっけ。あのカミラ姉さん、またこうして姉さんと話ができて嬉しく思います、まあ、私も同じことを思っていたわ。今でもまるで夢を見ているよう。フローラも言っていたけれど、やっぱりミカミックスは伝説の勇者なのよ。だってこうやって私を救ってくれたんだもの。カミラ姉さんも伝説を信じているんですか？違うわ、伝説を信じているわけではないの。私はミカミックス、あなたを信じているのよ。あなたならきっとこの戦いを終わらせることができるわ。でも私はまだみんなに信用されてないみたいね。そちらで盗み聞きしているのはアンヤ王国の方がじゃなくて白夜王国の方々かしら。私はその、ごめんなさい、盗み聞きするつもりは、
さくらさん、たくみさん、アクアさんまでいたんですか？アクア？あなたアクアなの？あの日、お城から連れ去られた。私を覚えているの？もちろんよ、お城で何度か会ったことがあるもの。けれどあの頃、あなたは周りの王侯貴族たちからひどく虐げられていて。アクアさんが？アクアは、シェンメイ王妃というお父様の交際の妻なの。交際の子なの？けれど、お城では前妻であるエカテリーナ王妃の派閥が強くて、エカテリーナ派だった私の母を親からは、アクアには関わるなと言われ続けてきたのよ。もちろん、エカテリーナ王妃の子であるマークスお兄様も、それからしばらくして生まれたレオンも同じことを言われていたわ。でも私たちはずっとアクアと兄弟として過ごしたかったのよ。忘れたことなどないわ。あなたも私の可愛い妹だもの。神。おい。アクア姉さん、簡単に信じない方がいい。いくら本当の兄弟でも、こいつは何をするかわからないよ。そんな。匠。そうね。警戒するのも無理はないわ。私たちさっきまで殺し合っていたのだもんね。けれど大丈夫よ。私はこの先、ミカミックスが悲しむようなことはしない。あなたたちに危害を加えるようなことは決してしないから安心して。まあ、ミカミックスが望むのなら、一人や二人手にかけても構わないけれど。カミラ姉さん。冗談よ。私が白夜と敵対するのはもうおしまい。せっかく手を取り合うことになったんだもの。仲良くしましょう。私はあなたたちを裏切らない。命をかけて共に戦うと約束するわ。これからよろしくお願いするわね。はい。こちらこそ、ええ、よろしくね、カミラ。正直今はまだ信用できませんが、これから努力していきます。仲間としてカミラ王女を信じられるように。なんでこいつ敬語なの？嬉しいわ。みんな、まさかアンヤと白夜の兄弟たちとこうして一緒に旅ができるなんて。まだまだ道のりは遠いけど、希望が少し見えてきた気がします。それでは航海を続けましょう。もう海の氷も溶け始めています。行きましょう、シュバリエ公国へ。自動で氷が溶けるのを待ってたのか。というところで、第12章終了して、また次回やっていきたいと思います。